エイベックスマネジメント学園。失礼します。失礼します。おはようございます。おはようございます。あれあれあれ。今回あるメッセージを持ってスタッフが訪ねたのはダンス&ボーカルグループダイス。これあのコウさんの方からダイスの皆さんにあのメッセージを預かってきたんですけども、見ていただいてよろしいですか。はい。ぜひ、はい、よろしくお願いします。ABEX マネジメントに所属する全てのアーティストがグループの垣根を越えて共通の趣味や特技で集まり、さまざまな部活にチャレンジするプロジェクト、 ABEX マネジメント学園。そんな学園を立ち上げ自ら校長に就任した DJ KOO から今大注目の5人組ダンスボーカルグループ DICE にある宿題が届きました。ナイスカット割り。ダイスのみんな元気ですか ？DJ KOO です。お疲れ様です。AMG 学園校長を務めております。AMG ウェブのチャンネルの方では、大野くんが頑張って、カレー部をやってるようですが、本当にああいうカレー部みたく、グループの活動もやっぱり素晴らしいんだけれども。やっぱりこの夏のイルミネーションみたく、たくさんの人たちと一緒になんか一つのものを作るっていうことがすごいやっぱりかっこいいし、自分の、いろんなダンスであったり歌にも反映していくことだと思っています。そのためにはなんかね、一人でやるんじゃなくて、まだまだ話したことのないアーティストであるとか、同じ趣味を持ったアーティストであるとか、そういう人たちと何かを真剣にやる。なるほど。校長先生みたいですね。はい、先生。なので、それぞれメンバー一緒じゃなくていいんで、逆に、他のグループと他の、ソロの人とでもいいし、俺が紹介してあげてもいいし、前向きに楽しくみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。ABEX マネージメント学園。ということで、今回の校長からの宿題はグループの垣根を越えて自分たちの趣味や特技でやりたい部活を考える。それではダイスの皆さん、よろしくお願いします。いっぱいあるな。いっぱいありますね。やりたいな。いっぱいあるんですよね、うん、でもなんかあれですね、グループの垣根を越えてっていう。確かに。そうですね、あえてこうバラバラな方がいいですね。そうですね、個性バラバラなので。そう、適当に書けばバラけるかな。思いついたこと適当にバーンって書いて、絶対かぶんないよ、大丈夫だ。ということで、早速やりたい部活を考え始めたダイス。果たしてどんな部活を生み出すのか。僕からいきます。いいよ。 DJ 部。おお、あ、面白い。まさに校長が、校長先生に直々に教えていただきたいな。うわ、それやりたい。それいい。ダイスとしてのライブの幅も広がりますよね。ダンスしながらいきなり後ろ下がってって面白い、面白い。トラックメイクの方までいけたら最高だ。確かに、そうなったらやばい。あれやばい。これからだ。校長先生、よろしくお願いします。じゃあ、はい、次、雄大さん。僕ですか。はい。僕ちょっとなんか1個じゃなくて、まあまあ普通のやつ。面白い。食レポ部っていうのは、まあ僕ら海鮮食べたりだとか、ご飯美味しいところ食べに行くの大好きなので、肉にしろ。なんか、その前回、まあ、カレー部にも所属してるんですが、もう、ABEX といえば、食レポやばくないみたいな、なんか、くくりもできたら嬉しいな、みたいな。決して美味しいご飯を会社のお金で食べるわけではないんですよね。そんなことなんだ。一個だけ言っていいですか。はい、ただ僕は、はい、食レポ、はい、それを、ただやりたいだけです。ただやりたいだけです。それ何の T シャツだかなと思ってたんですか。さっきわざわざ着替えてきて何すんだと思ったら、食レポをただやりたいやりたいだけなんですね。でサッカーに関してはもうなんかいろいろなアーティストさん結構サッカーとかやられてるんですか。あ、やりたいですね。あとさ、大勢と僕とトール軍経験者だったりするんですけど、はい、でもまあみんなスポーツとかも大好きだったりするので、大会とか出れたら楽しいですよね、うん、俺普通にそれ見たいわ。やりたいですね。僕もダコバリいてほしいです。入ろう入ろう。補欠でいいんで。補欠でいいんかい。補欠で補欠でいいんかい。まずは補欠で。はい、じゃあ私行きます。おい、アイドル部。まあまあね、ここ数年、アイドル戦国時代と呼ばれておりますね。皆さんもご存知かもしれません。なんだそのちょっと気が立つ喋り方は。やっぱりですね、上からね、まあ、ABEX マネージメント所属ということで、まあ、チャビネスさんだったりとかやってますけども、まあ、他の
グループの方たちを研究して、うん、こうさらにこういいよりよくなんか素晴らしいアイドルになっていくというのをですね、僕もこうお手伝いしたいと、はい、いうことです。決してただ僕が好きなアイドルと一緒にいたいとかそういう気持ちではないです。あ、ちょっとごめんなさい、カイキ君にとって何のメリットがあるんですか？俺にとっちゃもうやること自体がメリットでしかない。やっぱりアイデアだけじゃないですか。カイキ君もただアイドル部っていうのをただやりたいだけで。実際は俺着てないからちょっとできないからさ。ありがとう。それあの5人分用意してもらっていいですか？みんな着たかったわ。それ俺もやりたかったもん。そうなの。僕はですね、まあ、あのカレー部がすでにあるということで、はい、食レポ部も、はい、今雄大が提唱し、はい、僕はこれです。デーブ。はい。でもですね、僕ほんと太りたいっていうのがあってですね、あとすごい、はい、僕自身すごい食も好きなので、まあ、いろんなあの ABEX の先輩の方だったり他のグループの方のこれおすすめだから美味しいですよとかこれ食べてくださいぜひみたいな、そういうのを食べて食べて食べまくって太りたいんです。はい。ただ僕ちょっとデブになりたいんです。締めていただきましょう。食撃のソウタか。これあのすごいパンチ弱いんですけど納豆部っていう部活をしたいんですよ。あの食レポとデーブでもできるんですけども、うちの分も入っちゃうじゃん。いや合併させない。やることはもう説明いらないね。いや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 合併させない。吸収できちゃうから。僕納豆がすごい大好きなんです。そうですね。無類の納豆好きで、あのそんなアーティストさんを探してですね、一緒に納豆が嫌いな人とも一緒に行ってですね、こう嫌いな人の納豆を勧めたいっていう。ちょっと待ってください。日本語がおかしい。花村くん、納豆愛が強すぎてうまく説明できず。代わりに説明すると、納豆を嫌いな人も入部させ、部活動を通して納豆好きにし、納豆の良さを広めていきたいとのことです。さらに、オリジナル納豆をいろいろ研究して作って販売するみたいな。それは幸せですね。いいじゃんそれ。喉にいい納豆とか作りたいですね。はい、頑張ってください。頑張んない。頑張ってください。もうモデル俳優来ないね。もう。ということでダイスが考えたのはご覧の部活。この中から校長に採用されて活動できる部活は一体何部？校長。校長。何卒？校長。前向きに検討の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。